はい、どうも出来心です。今回はポケモンブリリアントダイヤモンド続きやっていこうと思います。で、前回までのプレイで言うと、渚シティの事務戦が終わってから223番道路とチャンピオンロードを、まあ、攻略していって、まあ、ここのポケモンリーグの受付前まで来ました。で、そしたらビチグソ丸、ライバルのビチグソ丸に急に喧嘩売られて襲われました。だけど撃退しましたっていうところまでが前回。ポケモンリーグに挑む資格があるか確かめよう。あなたが新王地方を巡り手に入れたバッジは、黒金のコールバッジ、白帯のフォレストバッジ、トバリのコボルバッジ。あー、これ全部言うんだ、めんどくさいから飛ばします。そして渚のビーコンバッジ。何その音楽。よろしい。新王地方のジムバッジを全て持つトレーナーよ。その力をここでも発揮し、栄光を勝ち取ってみよう。さあ来ました。ここがチャンピオンロード、チャンピオンリーグか。うわ、なんか重々しい音楽、すごいな。うわ、ここに来て初めてなんかポケモンバトルっぽいステージで戦う。はい、ようこそポケモンリーグへ。僕は四天王のリョウです、よろしく。どうした、ちょっと寝癖が一本だけアホ毛。あ、僕虫ポケモン好きなんで、だって虫ポケモンかっこいいし綺麗でしょ。なるほど、そう、僕虫ポケモンのようにパーフェクトになるためここで挑戦者と戦ってます。では相手させてもらいます。なるほどな。さあ1戦目、ポケモンリーグ1戦目、リョウか、お前は四天王にね、アホ毛がすごいな。まあ、ほんと虫ポケモン出してきた。じゃあここはちょっとボルトチェンジをしながらポケモンを炎タイプに入れ替えようか。よし、戻っていく、 OK。 でここライオンに切り替える。行けライオン。うわ、毒とうさ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 で毒にすんだよ、まあ、ほんと。何で回復した。黒いヘドロ、え、なんなんだから黒いヘドロで回復するって何。虫タイプヘドロで回復すんのみんな。まあいいや、ここは火炎車で落とせるだろう。落とせるよな、いけるよな、いけるよ、オッケー、やったね。ちょっとあれだね、ライオン、まあ毒食らってるけど、ここはそのまま、え、当たんなかった、マジか。やめてやめて、これ効果バックんじゃね、一撃、うわやばい、毒で死ぬ、うわちょっと待って、思ったより強えな。うわー、マジ虫ポケモンに効果抜群の飛行タイプガチャピンでいきます。ガチャビンもな、なかなかな。いけ、ツバメ返し、オッケーオッケー、ナイス。いけたね。ちょっと待てよ、ちょっとまだアゲハントちょっと弱そうだから、ここ元気の塊でもうライオン回復させとこう。一応もしガチャビンが落ちても大丈夫なように。さあ、特攻が上がった、特防が上がった、素早さが上がった、うざ。さあ、ここ指示待っている。じゃあここツバメ返して、え、また、うわやべ、こいつ防御力めっちゃ上げてくタイプ、やばいやばいやばい。え、でも一撃なんだ、弱っ。思ったより弱くて安心したわ、逆に。うわ、何こいつ気持ち悪い。まあ女王蜂って設定なんやろうけど、うわ硬いな。何食べた、
またヘドロ食べた？お盆の実で回復な。防御指令。なに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 、何？兵隊鉢かなんかで防御力上げてんの？やば。お前人のことなんだと思ってんの？本当に。アクロバット。待って待って待って、何？なんでもねえんかい。まあ、いや、このツバメ返しで落とせたらいいな。落として、行って、行った、よし、オッケー。ドラピオン、こいつも虫？え、なんか全然さ、名前全然わかんない。うわ、何こいつ、やばいって。あ、待って、こいつ鋼毒だ。待って、鋼って何が効くんやっけ。虫ポケモン、いや、たまにさ、虫ポケモン好きですって言って虫ポケモンじゃないやつやめてくんない？ほんとに。よし、ここは、え、あ、待って、鋼って格闘効くんやっけ。違う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 わ、炎は効くんだ。あ、待って、地震効果抜群、やばいかもしんない。一撃いく、やばい、危ねえ、危な、いけ、あれ効果抜群じゃないんだ。え、地面かな。やべ、俺全然わかんない。いけ、歌舞伎揚げ、おい、くそ、回復の薬はずるいて。さあ、地面系の攻撃、うわ待って、うわ待って、え、なんでさ、なんでお前歌舞伎揚げ、お前地面タイプじゃねえの、なんで効果抜群なの。いや待って、すごい傷薬で回復して、いや、めっちゃ入るんだよな。でも結局なんだよな、結局素早さ向こうの方が高いから。いや待って、ここ入れ替えよう、これ負けるぞ。ここはもうあれでしょ、ギルダルド、お前のポテンシャルの高さが試される。うわ、効果抜群だけど耐えるね、耐えるね、さすが。どれが効くんかよくわからんけど、ちょっとドラゴンクローで、いやでもまだ耐えるよ、まだ耐えるよ、急所に当たらんかったら耐えるよ、オッケー、耐えた。ちょっと待って、ワンタンの薬で回復した方がいいな。う、お前うざいんて、うざいんて、回復の薬、え、マジでうぜえ。いや、回復の薬持ってんのお前だけじゃねえかんな、こっちも持ってっから。時の方向、これでちょっと一回これ地震耐えるで、耐えて時の方向、もうこれ火力が強いから火力押しでいけるでしょう。いかんのかい。うっそ、マジか、マジ。まあ、ここ一旦満タンの薬でちょっと回復する。マジか、こいつ落ちないか、え、でまた回復の薬で回復する。あ、もうないんだ、もうないんだな。オッケーオッケー、じゃあここここちょっとドラゴンクローで多分いけるんじゃないかな。あ、マジマジ、急所にこのタイミングで当たるんや、おい、チャンスだ。ここ初めて見るぞ、ここで出せ。待って、辻切りやめて、辻切りやめて、辻切り、あ、そこまで食らわないな。え、なんで当たらんの、お前、お前破壊光線当たるやん、お前ここは。なんで当たらないん、破壊光線。
構高火力だよね、破壊光線。よし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 。破壊光線って反動で動けなくなるんやっけ、一旦出したら。あ、勝った、よかった。僕の負けだ。だけど虫ポケモンの素晴らしさ、ポケモンリーグの凄さ、そしてポケモン勝負の奥深さ、君に伝わったと思う。師匠7000円ありがとう。え、待って、これが続くんやろ。一番美しい、一番強い虫ポケモンで負けたのは僕が甘いからだ。よし、鍛え直します。ということで応援よろしくです。じゃなかった、次の部屋へどうぞ。さあ、あと3人。次何ポケモンやろう。おやおや、可愛らしい、それでいて頼もしいトレーナーだね。おほほ、私はキクの特に大事にしてる地面タイプだ。うわ、苦手なやつ来た。やばい、これは苦戦するぞ。え、待って、でも地面タイプ水タイプ効くんやっけ。え、でも岩タイプが水タイプ効くから地面タイプ水タイプ効かないの。うわ、ちょっと待って、ヌオー出してきた。ヌオーってまた微妙なやつ出してくんな。いや、待ってちょっと待って、ここはもうちょっと破壊光線で火力押し、いけ、当たれ。落ちるか、落ちんか。うわ、マジか、うざ、毒々うざ。ちょ、待って、これはやばい。マジかよ。しかも何その木の実、やめろって。何、嘘っき。うわ、ちょっと待って、毒食らってんな。待てよ、ここアクアテールで落とせるかな。いけ、アクアテール。うわ、落ちん、マジか。マジか、お前勝って。よし、ナイス、避けたのはナイスだね。いや、待てよ、もうもうミルクで一回回復。意外とピチピチ体力あるからね。ナイス、また避けた。お前さすがだな、ピチピチ。しもろ刃の続き。うわ、マジか、落とされた。え、ちょっと待ってよ。よし、お前たちが地面タイプの攻撃をしてきても、こっちは飛行タイプだからダメージ食らわないんじゃないのか。鋼の翼、いけ、バサバサ翼、鋼の翼。オッケーオッケー。ライオンで格闘タイプご了承。ついでに岩タイプだから効果抜群、グローパンチで攻撃力も積んどく。うわ、勝った、やっぱ勝って、ゴローニャ勝った。あ、待って、やばい、これ自信効果抜群じゃん。うわ、ダメじゃん。待って、入れ替えるんじゃなかった。やって、失敗したな、ガチャピンで。まあいいや、鋼の翼でいけるか。どこまで入る。うわ、入らんな、硬いんだよな。ストーンエッジ、何、うわ、待って、先制取れ。よし、落ちた、いけー。よし、お前のポテンシャルの高さ見せつけてやれ。
と何が効くか分かんないからラスターカノン。うわ勝った。効果今一つ。あダメじゃん、ダメじゃん、全然ダメじゃん。あでも特防が下がる。うわ待って、あぶねえ。効果抜群だけどさすがの HP だよね。待って、ちょ時の方向効く、これ効く、聞いてお願い。オッケー、いいね。多分どうだ、ディルダルドで落とせるか。あちょっと待って待って待って、なんで自己再生したん。やめてよ、回復すんなって。うっぜ、よし、ちょっと効果力でいけるか、頼む、落ちて落ちてお願い。うわなんで耐える、なんでお前耐えるんだよ、やめろって。マジか、うざ、マジお前回復の薬とかマジ うざすぎなんだけど、うざすぎ。すごい傷薬で、でも回復の薬って満タンだよね。いや結構入るんだよな。ちょもう一回お願い、もう一回回復。耐えろ、ここガチャピンに入れ替えて、地震対策でガチャピンに入れ替えて、いいいい、オッケーオッケーオッケー、ガチャピンに入れ替えて、もうここ効果力インファイトで、うわっやっぱ勝てーな。インファイトでもダメか、え波乗り、うわ落ちる。おいちょっと待ってよ、ボロボロじゃねえか、ボロボロ。ほんと杖四天王やべえな。ちょっとレボルトに変えて、レボルトに変えて、ここ元気のか、待って、元気のかけらもなくなってきてんじゃん。元気のかけらでピチ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 を、なんでここで毒毒使ってくる。まあいいや、毒はいいや、毒はまだいい、まだいい、自信使ってこないだけマシ。で、ここピチピチ全開にしよう一旦で、ピチピチ全開して、耐えろ耐えろ、よしよし、レボルト意外と耐えるな。うわマジ、このヌオーの回復うざいんだけど。ピチピチに入れ替える、自信効かないんだよね、飛行タイプだから。オッケー、で頼む、頼みの綱だ、破壊光線いけ。勝ってこいつ、勝って、よしナイスナイス、技を避けるのナイスだわ。いや待ってよ、これ攻撃の反動で動けない。いいよいいよ、避けるのナイス。えこれいけるんじゃない、
これもう一回破壊光線打ったら落とせるやろ。落としてヌオを落とせ、頼む落ちてくれ。うわぁ、なんでだよおい。うぜぇこいつ。マジか。マジかよ。はちょ、噛み砕く、噛み砕く、どれぐらい入る。うわ、全然入んない。うわ、毒々当たってしまった。うぜえ。でもさ、こいつ自己再生でもうすぐ回復すんだよ。噛み砕くの攻撃じゃ全然入んないんだよね。いや、もうここ毒毒 VS 噛み砕くの対決になるのかな。波乗り効かないよね、効果今一つ。耐えろ耐えろ耐えろ、ビチビチ耐えろ、頼む耐えろ。もううぜえ、食べ残しうぜえ。PP8 ってこんだけしか持ってない。やばい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 、全然持ってないじゃん。じゃあ破壊光線回復させて、うっせえうっせえ、お前自己再生マジでうっせえ。待てよ、一度毒消しで。自己再生何回かは分からんな。10回だとしたら、それを耐えたら、それを耐えたらいけるか。ちょっと半分以上噛み砕くで削って、半分以上いったら破壊光線で落とせんかな。臭いんだよな。噛み砕く。よしよし、ナイス、避けるのナイスだな。ちょっと待って、これマジで勝てる、これ。ここに来てピチピチが頑張ってる。もううぜえうぜえ。ねえ、お前回復できるのはお前だけじゃねえからな。こっちも回復すんだよ、ビチビチ回復。よしよし、ご汗避けるのいいね、ナイスだぞ。ちょっと噛み砕くで、え、待って、噛み砕くと波乗りってどっちの方が、あ、でも水タイプ、え、待って、ヌオーって水、水効く、これ。いや待って、強いんだけど。待てよ、いや噛み砕くだよな、もうここ、ここ噛み砕く、噛み砕く削りで、もういや待て、もうそろそろ自己再生なくなるやろ、もうそろそろ自己再生なくなってくれ、頼む。うわ、毒毒かー、もうなんだこいつ、なんなんだこいつは、本当に。波乗り、待てよ、これ食べ残しで毎回回復するのちょっとめんどくせえよな。
待て、一回毒回復しようか。いやでも毒結局使ってくるよな。ちょっと噛み砕く、頼む。そろそろ自己再生削った。おいお前もういいやろ自己再生。マジかこいつ、マジかよ。え待って、こっちの回復もかなり削られてるもんな。え俺絶対ヌオ捕まえよう。ヌオ絶対使えんじゃんこいつ。一回毒消しで回復。頼む。ここ一回回復しといて。いやまさかこんなポケモンこんなむずいと思ってなかったわ。今までが緩すぎた。うわ待ってまた毒してくんの。うっざうっぜこいつ、ほんとにうぜ。もうここはもう噛み砕く。頼む、もう自己再生もうなくなっとってほしいな。さすがになくなって。自己再生がまだあったらちょっとやばい。おっとこれ自己再生なくなったっぽい。いけるか。待てよ、ここ噛み砕くでもうちょっと削る。ここで自己再生してこなかったらこれある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 、いけるこれいけるよ、いける。自己再生落ちたんじゃない相手の。頼む、ここで落ちて、いけ、当たれ。ほら、うわ落ちた。え、まだいんの。これ何ポケモン。地面水とかじゃないよね。地面のみだったらここアクアテールでいけるでしょう。どこまで削れる。うわ半分か。まあいい、半分削れるから全然いい。え待って、はちょっとあ待ってちょっと待って、ここで勝てると思って油断しな。俺油断してました、すいません。本当にあなたの言う通りですね。油断したら負けるねこれね。ちょっと待って、ちょピチピチ、ちょっと歌舞伎揚げは、いやここ自信してくるよね。うわ一撃、マジか。ちょっと HP 心もとないけどピチピチでいこう。頼む、ちょっとすごい傷薬で回復。頼む、回復して満タンやろ。眠った。何眠るって。はっ、お前も回復するんかい。おめえ眠りながら何食べとんじゃい。おっと効果抜群。ナイス、救助に、お前もう一回当てろ、
もう一回急所だったらいけるぞ。よし、相手噛み砕くだ。オッケー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 。ここ多分素早さ的に先手取れるのはピチピチでしょう。ここアクアテールで決めたい。うわお前バカバカ、お前このタイミングで回復の薬はバカ。ちょ待って待って、アクアテール決めたい。決まる決まる決まった。しゃー、待って、これで終わり？まだいる？うおつえ、大したものですよ。ポケモンがあなたを信じて力を出し切っての勝利。負けたのに思わず微笑んじゃうわ。うわちょっと待って、ポケモンと人が力を合わせて勝ち取った勝利っていいわね。それこそが強さね。あなたたちならどこまでも行けますよ。いや待ってこんな強い